植物って地球の生命を支える、まあ、根幹の部分なんですよね。非常に多くのところを植物が支えていますので、さまざまな研究成果をですね、これから、まあ、植物側から地球の生命を支えていく。こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名大の最近の研究の話題をお届けしています。今日はホルモンのお話です。ホルモンといっても人が持つホルモンではなく、植物が持つ植物ホルモンのお話です。植物ホルモンは植物が成長したり環境に適応するために作り出される化合物のことで、20世紀半ばに起きた緑の革命という農業革命にも関わっていると言われています。植物ホルモンの働きを調整することで人類の危機をも救うような農業革命につなげられるかもしれないとも言えます。植物ホルモンはこれまでに10種類ほど見つかっているそうですが、そのうちの一つ、サイトカイニンという植物ホルモンについて、本日40年越しの謎を解く成果が発表されました。収穫量を増やすような品種改良につながることも期待できるという今回の成果について、研究を行った名古屋大学生命農学研究科教授の榊原仁さんにお話を伺いました。とですね、この研究は稲からその有用な遺伝子を見つけようという、まあ、そういう目的を持って行った研究なんですけれども、普通はですね、まあ、有用な遺伝子を見つけようとするときに、その、まあ、私たちは形質っていうんですけれども、例えば稲の収量が実際に多いとかですね、草丈が低いとかですね、ストレスに強いとかですね、そういう目に見える数字として測れる、そういう形質に変化のあった、例えば変異体ですとか、そういったものを、まあ、見つけ出してきて、その原因となる遺伝子を突き止めるという、まあ、そういうアプローチを普通は取るんですよね。すると、まあ、形質に違いが現れたという非常に重要な主要な主役っていうんですかね、主役の遺伝子を見つけることができて、で過去、まあ、20年ぐらいですかね、その方法で、まあ、多くの重要な遺伝子を見つけてきたんですけれども、なんていうんですかね、脇役って言っちゃあれですけど、脇役だけれども重要な遺伝子っていうんですかね、なかなかこう目に見えるか見えないか境目ぐらいの効果を持つんだけれど、それが主役と一緒に働くことによって、より効果が大きくなるとかですね、そういう遺伝子ってなかなか見つけられないんですよね。と今回私たちはそういった重要な形質をコントロールしている、まあ、遺伝子の、まあ、一部は植物ホルモンの働きを調節する遺伝子が、まあ、原因遺伝子になっていることが多いっていう、まあ、そういうことに着目をして、ですね、まずは、まあ、稲の中にですね、植物ホルモンの、内生量というんですかね、この植物体の中の含有量みたいなものなんですけども、この含有量に違いをもたらすような遺伝子というのをまず探したんですね。で、その技術っていうのはなかなかその誰でもできるものではなくて、私たちが一斉解析法、植物ホルモンの一斉解析法というのを、もうこれも15年ぐらい前になるんですが、開発をしたので、まあ、それをうまく活用しようということで考えついたんですけれども、もともとはですね、育種研究用に開発された、今回の場合は笹錦式と羽ばたきっていう2つの親を掛け合わせてですね、育種研究用に作られる、CSSL という、まあ、そういう系統群があるんですけれども、それをですね、網羅的にこう植物ホルモンの分析を行ったんですね。そうしたら、そのサイトカイニンという植物ホルモンがあるんですが、これは植物の成長を促進したり、それこそもみの数っていうんですかね、収量を増やすという、そういう働きがある植物ホルモンとして非常に重要なんですが、そのサイトカイニンの分子種の一つの、その内材料がですね、こう少し違ってたんですね。はい、その違いをですね、決めている遺伝子というのを解析によって同定したということになります。
はい、植物ホルモンは本当に稲の形質にとっては重要で、例えばあの緑の革命っていう1950、60年に稲の収量、稲や小麦の収量が非常に高まった、ことがあるんですけど、それはジベレリンという植物ホルモンの、まあ、整合性系ですとか情報を伝えるところに入った変異が原因となって、いたりするんですよね、はい、そればかりではなくて様々な重要な形質に植物ホルモンが関わっているっていうのはもうこれまでの研究で分かってきていますので、はい、今回の私たちの新しいアプローチで、さらにまだ見つかっていないような重要な遺伝子、まあ、脇役が多いのかもしれませんけれども重要な脇役遺伝子というのが取れてくるんじゃないのかなというふうには思ってます、はい、いろいろ気になったキーワードが出てきたんですけれども少し戻ってしまいますけれども、はい、20年ぐらいかけてメインの形質を決めるようなメインの遺伝子を探して世界中の研究で探してきたというお話でしたけれども、はい、形質を決めるこう主役的な遺伝子というのはこれまでどのぐらい分かってるんですか？ですね、数を、まあ、具体的に言うことはなかなか難しい、もう数十、数、うん、まあ、100ぐらい見つかってるんじゃないですかね。そのぐらいのオーダーなんですね、はい、数十から100とかそのあたりっていうことなんですね、はい、そうですね、はい、まだ主役で見つかってないものはありますけれども、あ、はい、これからいろいろな手法で、やはり重要な遺伝子を見つけて利用していこうっていう研究はまだまだ続きますので、当然その主役がまた見つかってくるってこともあるでしょうし、はい、脇役だけれども重要な脇役ですねっていうのが見つかってくるという、はい、可能性まだまだこれから、はい、あると思います、はい、そして今回サイトカイニンというのワードも出てきましたが、植物ホルモンということで教えていただいたんですけれども、サイトカイニンというと人間の免疫と関連するサイトカインを思い浮かべてしまうんですけれども、はい、紛らわしいです。何か関連もあったりするんですか？いや全くないんですね。サイトカインは、まあ、タンパク質なんですけれども、サイトカイニンの方はですね分子量200ぐらいの小さな化合物なんですね、はい、なのでよく動物 の研究にかかっている人から見るとなんか名前が似てるので同じようなものかなというふうに思われることもあるんですけれども、ものとしては全く違うものです。あ、そうなんですね、はい、今回先生方研究者が特に注目されているポイントっていうのはどういうところになりますか？ですね、はい、見つけてきた遺伝子というのが、まあ、すでに働きが分かっていた遺伝子ではなかったんですよね。ただ酵素をコードしていたのでどういう役割を果たしているんだろうということでいろいろ探っていったらですね、サイトカイニンの合成に関わる酵素だったわけなんですが、実は私サイトカイニンを専門に研究をずっとしてきていて、ですね、もう15年ぐらい前に、もう整合性経路というのをですね一応完全にこう解明をしたはずだったんです。で解明したはずだったんですけれども、今回同定した遺伝子は、それとはですねまた違う経路で、サイトカイニンの、合成を行う、そういう酵素だったんですよね。15年前に経路を解明してもうこれで完成っていうふうに思ったのに、はいはい、みたいな感じです、はい、そうですね。でただ、15年前に私たちがその整合性の最終ステップの酵素遺伝子を同定した時にはですね、それまで考えられてきた合成経路を、まあ、否定する形っていうんですかね、まあ、それまで教科書に書いてあったパスウェイを書き換える、まあ、そういう成果だったんですね。で書き換えられる前はじゃあどういう経路があったかっていうと、それが今回私が同定したパスウェイだったんですよ。ちょっと複雑なんですけど、じゃあ行ったり来たりされてるって感じなんですか？はい、そうなんです。というのは、もう40年ぐらい前にですねたった一つだけ論文が出ていて、はい、そのサイトカイニンという植物ホルモンは、こういうですねこういうパスウェイを使って、合成されるんではないかということを提案した論文が一つだけあったんです。だけれども
結局その酵素の遺伝子って同定もされていなかったし、結局もう忘れ去られてたんですよね、はい、でただまあ教科書にはそのパスウェイが載ってたんですよ、長い間。それをまあ2007年に、私たちが、まあ、そういうパスウェイじゃなくて違うパスウェイで合成されるんだよっていうことを明らかにして、で整合性経路はもうこれで、完結だということに一旦なったんですね。で実際ですね、サイトカイニンのを作るメインのパスウェイはその2007年に僕らが同定したパスウェイなんですけれども、今回、その同定した遺伝子というのはその昔40年前に一つだけ論文が出ていた、その、酵素の原因となる遺伝子であって、で、そのメインのパスウェイの補助的な役割を果たす、そういうパスウェイであるということが分かったんですね。そういう意味で脇役というふうに言えるということですか。まあ、そういう意味でもそうなんですよ。そういう意味で、脇役なんです。そうなんですね。今回お米のお話、稲の話ということで非常に私たちともこう接点がある話題なんですけれども、この実用化、つまりもっといい品種を作っていくということに対して、まあ、実用化にはすごく長いステップが必要なのかなとは思うんですけれども、今後どういったステップを踏んでいくことで私たちの生活にこう先生の成果を感じる日が来るんでしょうか。ですね、今回私たちが、同定した遺伝子、これまで名前言ってなかったんですけど CPN1 というんですけれども、CPN1 の遺伝子をの機能を失ってしまった稲というのを私たちは作ることができるんですけれども、その機能を失ってしまった稲、まあ、変異体ですね。変異体は親の株に比べると、穂が少し小さくなってしまうんですね。つまりその遺伝子の機能を失ってしまうと、まあ、私たちにとってはネガティブな効果が出てしまうわけです。でただですね、まあ、補助的な役割をする遺伝子ですので、その機能を逆にですねこう高めてやればですね、マイルドな効果としてサイトカイニンの作用を高めることができるんじゃないのかなというふうに考えています。そうなるとですね、逆に少しだけその方が大きくなるような、そういった形質を与えることができるのではないかなというふうに、まあ、期待されます、はい、でそれをまあ実現するためには、まあ、できればですね遺伝子組み換えの技術を使わない方が早くですね応用されると思いますので、例えばその CPN1 の遺伝子の機能が高まっているような、そういったた品種がですね、すでにこの稲の中にはないかということを探してですね、そういうものがあれば、その遺伝子の部分だけを、まあ、掛け合わせによってさまざまな品種に展開したりとかですね、すれば何かこうプラスの効果が期待できるのではないかと思いますし、まあ、遺伝子組み換え技術を使うのであれば、もうその遺伝子の働きを高めたような稲を作出することはもう簡単にできますので、そういった応用の仕方もあるかなというふうには思っています。稲はすごくいろいろな系統がありますので、はい、そのような中にはもうすでに CPN1 の働きが、高まっているような、そういう系統も、まあ、探せば見つかってくると思うんですよね。そういうものは結構簡単に調べられますので、育種と言うと本当に10年20年という年月がかかるのかなというイメージをしていたんですけれども、もうすでに機能が高まっているものを見つけていけばそこからは早いというふうに考えています。はい、そうです。でただどれだけそれが効果が出るかということに関しては、ね、実際に補助などで検定をしないといけないんですけれども、そういった材料というのは比較的短期間に作ることができると思います。名古屋大学には統合フィールドという田んぼが一面に広がっている実験の農場がありますけれども、榊原先生もそちらで研究をされたということで、大体今回の研究に費やされたお時間というのはどのくらいのものになるんですか。ですね、トータルで言うと実はものすごい長い時間がかかっていて、10年ぐらい実はかかっちゃってるんです。というのは、はい、
途中で、いろいろな事情でこの研究が中断した期間も実は何年かあってですね、はい、それで10年近くかかってしまったんですけれども、実際に、濃密に研究をしていた期間は4年から5年間ぐらいで、まあ、そういう意味では多くの人のバトンリレーというかタスキリレーで最後論文にまで行き着いたんですけれども、榊原先生はどうして植物ホルモンに着目をされたんですか？私ももともとは植物ホルモンの専門家ではなかったんですけれど、昔はですね、いわゆる栄養っていうんですかね、植物に肥料を与えると、まあ、すごくよく育ちますよね。それみんな知ってることなんですけど、それがどういう仕組みで、どういう分子が働くことによって、植物の成長というのを促進しているのかっていうのは実はよく分かってない、今でもよく分かってない部分は多いんですけれど、分かってなかったんですよ。だからそこを明らかにしようと思って研究を進めたんですけれども、その過程で、植物ホルモンというのが成長を調節する非常に重要なプレイヤーだということに、行き着いてですね、ただその頃私はサイトカインというホルモンを専門に研究したんですけれども、合成される経路もきちんと分かっていなかったですし、どうやってこう運ぶかっていう輸送のシステムも分かってなかったんですよね。なのでもうそこを明らかにしないことには、自分が一番知りたい、ことをこう解明することはできないということになったので、はい、そこから植物ホルモンの研究の方にかなりシフトしたという、そういう経緯です、はい、やはり植物って地球の生命を支える、まあ、根幹の部分なんですよね、まあ、今回は、まあ、食料の稲というものに対する研究だったんですけれども、それ以外材料ですとか薬品もそうですし、非常に多くのところを植物が支えていますので、今回のような研究だけではなくて、さまざまな研究成果をですね、これから、まあ、植物側から地球の生命を、まあ、こう支えていく、さらにこう有効利用するというかですね、そういう研究に、まあ、つながっていくんではないかというふうに思っています。生命農学研究科教授の榊原仁さんのお話でした。この内容はノートで読み物としても発信しています。写真や関連情報を掲載していますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。それではまた次回まで。さようなら。